エンジョイパチンコライフ。P-martTV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、おはようございます。平天くんです。今回は東京都品川区東五反田 2-2-2、五反田駅からめっちゃ近いピートレックマーメイド五反田店さんに来てます。で、リニューアルオープンされて、今回で2回目の開店くん撮影、1回目はですね、ミリオンゴッド神々の凱旋を打って、さすがね、リニューアルオープン後一発目の撮影ということあってね、楽勝で勝ちましたけれども、今回は2回目でございますね。今回も楽勝に勝てたかな。どうぞ最後までご覧ください。ございます。ああね、やっぱ絆から生まるんだわ。前回ね、リニューアルオープン後、私あれ打ったんですよ。凱旋打ったんですけど、今度はハーデスでいきます。はい、で逆角取られてたんでこっち角で、はい、じゃあこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、前回ね、リニューアルオープン後一発目、神々の凱旋を打ちまして、まあなかなか挙動が良かったね。ミリオンゴッドシリーズに設定を入れるお店というのはなかなかね、入れなくても俺は有料店だと思ってますから、ね、それを入れちゃうところがね、やっぱりこう撮影に力を入れている、お店なんで、これも別にね、角台だから打ちやすいから入ってないって、まあ本当偶然にね入ってればいいなっていう感じですけど、まあ要はあとは引けるかですから、頑張っていきたいと思います。じゃあいきますよ。お座りばっちゃす。さあ今日はそうだ、楽曲、まあそうですね、楽曲も変えたいですけど、あれやりたいですね。ジャッジメントで4桁乗せ、それにはまずペルセポネかハーデスですね、いかないと。はい、追加投手4本目。今日はどうなるのかな、楽勝で勝てるのか、大苦戦するのか、打ち始めは分かんないですけどね。まあドッキドキですよ。まあドッキドキワクワクだね。まだワクワクはある。まあ、ゴッドばっか打ってるからたまには違う機種どうかななんて思ってたんですけど、ああ出なかった。あっおっ、マジか当たりました。85ゲーム。おいおい、謎当たりモード上がってるよ。これモード上がってからの当たりだと思うんだよな。何も引いてない。右上がりってだいぶ前だし、中断リプレイも結構前。これ一発目ちょっと大事ですよ。ここである程度今投資200枚、200枚っていうか4本なんですけど、これで一気にねドーンなんていくことないと思うんで、とりあえず500枚出して少しでもこう投資を増やしたい。まあワンチャンでしょうな。はい、愛犬出てきましたよ。さあここではレア役を引くことが大事。ひななだったら中断、上段か中段、よし。よし、火を吹け。よし、いいね。これで70ゲーム。あー、火を吹かない。ナビないんだけど。10か。まあ大体10なんですけど。あー、残念。まあでも80いいね。終わった。はいはい、110ゲーム途中で30ゲームで中断機能なんで乗せたんで、110ゲームで382枚。もったいない。残念。はい、残念。ここからまた現金投資5本目ですね。232ゲーム回りました。まあ、天井は狙ってませんけど一応、あと1340ゲームぐらいですね。すげえ PGG 引いた後に全回転だよ。なんちゅう引き持ってんの。マジか。何者だよ。引きの塊じゃねえかさあ400ゲームです。ゾーン狙いじゃないですよ。ゾーン助けてもら狙いですか。よしいった。青か。ああよしだけど青おっさあ何色。青か。え青なんかすげえレインボーっぽく見えるんだけど。ここがレインボーなだけか。もともとレインボーなんだ。違うか。3回いたからレインボーなんだ。これはもともとレインボーなの。今までよく見てなかったかな。ああレインボーだ。隣の人もレインボーだった。ちょうど隣の人もヘルゾーンで。あ誰っちゅうの。マジか。うわ15ゲーム続いたのに16本目。532か。おなんで右上がりからはい黄色。当たってくれ。チャンスか。よしヘルゾンから539ゲーム。まだ大丈夫。投資16本出てこい。ワンチャン50 チャージチャンスか。おお中断ダム削除。なんで30なんだよ。乗らない。あ乗った。30よしこれで60。はい110ゲーム、さっきも110だったけど314 500枚足んない。頼むって、数当てなきゃね。チャンスが一発目でくればいいけど、一発目で来ない。そんなのはよくあることなんで、だからなるべくこうチャンスをね、初当たりをいっぱい引くことによって、まあ、どっかでボンと跳ねると思うから、数引かないと。まだ2回ですからね。飲まれました。はい、ここまで総投資が16本、現在が206回転追加投資です。縮小20本入りました。さあ400円もいきましたよ。おっ、ダイヤ2連いっか、いった。ダイヤ2連あー3連いかない。まあ3連なかなか難しいですけどね。ヘルいかない。マジか。でかだし。31本目。大丈夫か。もうアメージンググレースを12時オープンから2時間で流してらっしゃる方がいらっしゃいます。そんな私は33本目の投手をちょっと演出が連続してたんで、あるかもうしてんなぐらいにしか思ってなかったんですよ。どうせ揃わねえだろうなと思って。745ゲーム投資が止まった。36本。なんで中断じゃねえんだよ。なんでですよね。はい、60。死んだな。はい、70ゲーム、758回転で当たったジジイ、70ゲームで246枚。上乗せは10だけか。頑張れ。どうするよ。おお、俺も今ついてるなと思ってレバーオンした時出なかったから、まあ、第一停止で出ればと思ったんですけど、まあ、どうせ出ねえだろうなと思ったら当たりました。まあ、モードが良くて、ああ102ゲームなんとか持ち球で。4回目のジャッジメントはおそらくワンチャンだと思うんですけど、なんか引いてくれ。残念。60。おお。壊れた左が。今日も健在だね。俺の隣が出るっていう。越えろ越えろ越えろ、よし越えた。すごい、よかったよかった。あ、左を気にしてた。俺もう終わってた残念。当たった。左のジャッジメントがすごい気になって600ゲーム載せてるんですけど、当たりました。21ゲーム。まだ持ち球いいんだいいんだ、どうせ俺なんていいんだって思いながら打ってたら当たってたおっ、ひどそうか。おっ、今なんかちょっと出てきたよね。頼むぞ。100はやめてくれ。300でいいです。今は300でいいです。いらない、そんな。そこで引くか。乗んないのよかった。ナビなしだったらどうしようかと思ったよ。わあ、ぶね最低を免れたよし、平均でお願いします。平均で。よし、ああ平均で平均で。危ねえ。危なかった。10ゲームしか乗んなかったもったいね。いやーマジか。はい、ちょっとね、10時抜けた後にちょっとトイレ休憩あと一服したんですけど、今日なんか近所でグランドオープンがあるらしくて、結構な人数がここ五反田に集まってるということで、パチンココーナー、スロットコーナー、空き台が全然ない。まあゼロではないんですけど、よってちょっと移動できないかなっていう。もうこの台で今日は戦わないととてもじゃないけど立ち回れる状況じゃないですね。そう思ったらがぜんやる気が出てきただってもうこの台しかないんだもん。ちょっとね前半すごい、500、700と展開厳しかったんですけど3、4、5って結構早く引けたんで、で5回目にしてパーです出てきて、まあ、平均の300だったんですけど。まあ分回すのも大事だけどやっぱ休憩も大事じゃない。気持ちをこうやっぱり切り替えるっていうか、ね、300ゲームあって10ゲームしか乗せられなかったんで気持ち的にはちょっとねダウンしてたんですけど、もうやるっきゃないって感じになったんで。お、今雷で赤天敗しなかったですね。奇数天敗。その前にちょっと前ですけど、せいでリプレイが外れたんで、あー天敗しちゃった。よし、黄色。末。よし、やりました。273ゲーム。ヘルゾーンから。食わなきゃ食われる。ワンチャン。50わあでもよかった270というね浅めで来てくれたんで、おっヘル広角青か頼むチャンスか。うわ転敗しちゃっただよね。なかなか続かない GG 中は残念上乗せゼロ。はい、51ゲーム消化して153敗。残念。当たった。なんで当たったの？なんか引いたわけでもないのにな。はい194ゲームまだ持ち球いけんけん。いや60か7回目のジャッジメント。やったーやったー7回目のジャッジメントでやりました。もういったいった。あ、ちょっと待った、これちょっと撮ってもらえる？これね、今ねパチテレさんでなんと私閉店くんでパチテレさんで番組を持たせていただきまして、ちょっとね、まあいいや、持たせていただきまして、まあね、パチテレさんが選んだ151機種を全部すべてのまあビッグボーナスだったり ART を引くっていうね、ミッション系の、番組を持たさせていただきまして、さすがにねちょっと12回放送で12回で151通と大体1日10機種打たなきゃいけないんですよ。それ大変だろうから、閉店君の普段の仕事の時でも証拠の写真撮ってくれればいいよみたいな感じなんですけど、やりました。はい、197件、会いたかったホームラン打ちましたよ、ホームラン。はい、投資が36本ね、1800枚ですから。はい、おお、よっしゃ。あ、そうだ、あれ、ここどこだったっけピートレックマーメイド五反田店、いい店だね言うの忘れてた1回目の放送がねパチテルさんなんですけど、10月からなんで、ケーブルテレビとかでも見れるらしいです。パチテレさんに会員にならなくてもなんか見れるらしい。あとネットでもまあ有料になっちゃうんですけどね、まあどのみち有料なんで、興味があったらで、人気がないとまあ半年か1年ぐらいで終わるっていうはい、はい、170ゲーム、まあケルベロス60で PGG 引いて100で10乗っけて170ですね、527枚。さあジャッジメント3つフラッシュバックない、ワンチャンワンチャン出てきた。超ワンチャンの可能性も一応ちょっとあります。はい、普通のワンちゃん、普通のワンちゃんはい、残念。まあ途中で30乗ってくれたからよかったよかった。2つ目どんどんいくよ、ビビらず。もう覚悟はしてます、ワンちゃん3回十分。フラッシュバックない。お、よし、よかった、うまい、おいね。よし、あと1個、よし、いっちゃえ、いきよし、いいぞ、いけ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 、よっしゃー、300、OK、よっしゃー、おっ200取った、これで400パスだよね、やったぜ、よっしゃ400です。うえいこう、あと600、赤でもよし、よかった100、よしいけいけ、よしいけ、やったー。いくつですか？100、はいはいはい、オッケーオッケー。おー、いいね。夢の4桁、4桁。よし、ナイス。よし、いいね。乗ってるね。ああ。あと300。全部赤だよ。よし、800。いってくれ。あー、やった。あと200だったのに。まあでもやったぜ。えいえ。よし、これでまくりました。やったぜ。これを待ってた。飯食いに行こうかはい、長期戦に入ってもいいようにご飯食べてきました。はい、やりました。800ね。これで、プラス確定しました。はい、じゃあ頑張って。ここまでのね、上乗せがちょっとねあんまりできてないんで、ここからはガンガン上乗せしていっぱい出したいと思います。うい800枚出てるんで、これで3000枚はおそらくいくと思います。ここまでの投資が、36本、1800枚。でもまあおそらくというか1800枚なんですけど、こちらのお店47枚なんで1800枚は使ってないと。中段リプレイ乗んない。おお、乗った。早速1000枚オーバーチャンス。30。300ゲームぐらいずっと上乗せないマジか。お、パネル消えた。よし、いいね。10、久々。はい、40。おお、頼む。頑張りたい。これ当たってくれ。当たれ。うわー、よし。嘘だろ、マジか。うわー、もったいね。はいはい、1210ゲーム、回して、3553枚、800ゲームからスタートして、なんと170しか載せられなかった。しょぼい。あと1個ジャッジメント残ってます。なんだろう、やっぱねさあ、2のワンちゃんか。あなたはどっち？2のワンちゃんでしたはいはい、 PGG 引いてジャッジメントを3つ消化してね、1271ゲームで3737枚ですね。あとはループ、ジャッジメントがループするかしないか、まあおそらく 50% でしょう。いきなりなんか弱いよね、残念、ループしなかったね。まあこれがずっと続けばまだ分かんないかな。まあ多分4回目だけど、ね、これであるおい、やりました、よかった。26ゲームでおっ、ペルネーさん出てきたよ、頑張ろう。これで全部出したはい、よかった。これで平均150ゲーム欲しいね。いただきます。おい、いらないいらない、そっちは。あ、でも中段機なのだよ。でも強攻撃じゃねえんだよな。30か、よかった。とりあえず1回揃ってくれました。うわー、20ターンね。よし、外れてもいい、出てくれてありがとう。だね、よし、あ、間違えした。だね、1回だけでしたね。まあ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 、4000枚、いきました。お、50、嬉しいね、1万役で。はい、1451ゲーム消化して、4414枚ですね。いや、4000枚いきましたね。できれば5000枚目指したい。そのためにはループ、お、あるかもよ、これ。あった、いいね。おい、助かった。お、いやー、もうあっただけでもラッキー。80、まあ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 、ありがとう。1531ゲーム消化して4759枚、70、OKOK。 はい、80ゲーム消化して233枚。本当の平均で終わったまあでもよかった。はい、ここで落とすとちょっと満枚の可能性がだいぶ下がっちゃうから。お、なんか引いた。うわー、そっちですか。うわー、まあもうちょい、まだわかんない。打ち始めは結構、ね、展開が2回目、3回目の初当たりがね、400、500とかあと700とかもあってちょっと厳しかったんですけど、結構謎当たりが多いっていうか、後半は結構ポコポコ当たって挙動悪くなかったんで、もうちょっと様子見たいな。諦めか残念。まあもうおそらくですね、5600枚あった出玉ももう4000枚台になってしまって、一応ですね、プルトステージ行って当たるかなと思ったんですけど当たんなくて、でその後、ヘルゾーン400最後の期待、ね、望みだったんですけどヘルゾーン入らずということで、ちょっとね今当たってんならまだはねギリギリ望みはあるんですけど、まだ当たってないしいつ当たるかわからないんで、で結構謎当たりが多かったんでちょっと期待してたんですけど、まあちょっと時間的にまんま届きそうにないんで、まああとね最近ちょっと久しぶりの勝利なんで回転君自体がなんでね、やっぱここはちょっと今日はプラスで帰りたいなと思うんで実戦の方終了したいと思います。えいはい、はい、ということで実戦終了。8時間、5000何百回転か回してですね、PGG 引けたおかげで一応マックスで5605枚、で流したのは4860枚、まあ今回は PGG 引けて楽しかったです。ということで最後にですね、店内のデータちょっと見ていきたいと思います。すごいねこれ7箱7箱、多いな。何枚出てんの？ 7000 枚7000枚ですね。花火3000枚、ね、2500枚っていうのもありますね。あ、これか。あ、2000枚っていう花火と、まあ、1800枚。結構これ分かんないよね。1500枚、1800枚、1300、2000、4400。A スロットも2500枚で、小で2300枚、ね、うん、小1台、偽物語1台、花火はもしかしたら前代上って可能性もあるかもしれません。マドカマギカ5台いつも出てんだよね。3000枚、5000枚の4000、4864枚。はい、もう抽選よかったら窓巻き狙いに行くのもありだよね。はい、続きまして、メリオボット神々の凱旋3000、2800、2400、3400の1万4000枚、5000、4000、すごいね。ああ、ですが3000の6000、6000いて4000、5000、5000。はい、バジスク絆2300、5500、2000、2000、2000、2000、4000、4000の2000、2000ですね。もう一丁絆、もう一番先に埋まるコーナーなんで2900、4100、6000、そして4400の3200の2700ですね。なるほど、すげえな。あー、すごい。4000、これ高度ギアスですね。4000、3000、6000枚オーバーね。3000枚っていう台もあります。うん、すごい。最後にじゃあ最後にね、一番出てる、店内でね一番出てるミリオンゴッド神々の凱旋のね、実際のデータをこちらです。 BGG を2回引いて、53回ね、すごい液晶も9000枚、ね、おめでとうございます。あなたが今日のヒーローです。はい、実践終了、実践終了、やったー、やった、本当にやった。もうね、今日はねすごい稼働でちょっと、近隣が結構ぶつけてきてて、もう五反田のパチンコ店に人が結構今日は溢れ返ったんじゃないかなという感じです。ということでね、もう大移動ができないということで腹をくくって、最初に選んだ、凱旋じゃなくて最初に選んだ、アナザーゴッドハーデスを打ちまして、投資が1692枚、獲得枚数が4860枚ということで、プラス3168枚というね結果に終わりました。本当はねちょっと満枚狙いたかったんですけど、もうちょっと時間的にもう60を回ってしまってね、今当たってればまだギリギリ届くかなって感じなんですけど、まだ当たってないという状況だったんで、ああ本当ね、ついに今日はマーメイドでスロット満枚ね出すことができるかできるかって感じだったんですけどね、残念ながらダメでした。また次回ね頑張ってねチャレンジしたいと思います。もう今日はですね、オープニングじゃねえや、入場の時にも言ったんですけどね、マーメイドさんに怒られまして、いい加減にちょっと設定を探してくださいということでね、全然設定を探してないんですけど、もう探す状況じゃなかったんでね、抽選がもうちょっと良ければまあ絆あたりも取れたんでしょうけど、まあ、あとねカメラマンが今日はねこう縦にでかいんじゃなくて横にでかい方だったんでね、こうあんまり皆さんの邪魔になっちゃうと、まあ、中の方入っちゃうとねどうしてもこうね通路の妨げになってしまうんで、まあ角台ということでね、今回は、アナザーゴッドハーデスで実践の方を終了いたしました。ということで今回撮影に協力していただいたこちらピートレックマーメイド五反田店参戦でをちょっとだけもうね話題の信頼はこのようにねバンバン入りますんでね、そちらの情報は P ワールドメール会員、あとですね LINE@やってますんで、LINE@登録していただいて情報ゲットしてね、こちらのピートレックマーメイド五反田店さんね遊びに来ちゃってください。あとですね、いつも言ってますけど、各動画媒体さんで撮影やってます。そちらの情報はですね、各動画媒体の撮影スケジュールをチェックすれば、まあ、この日に撮影するよとか分かりますんでね、ぜひチェックしてこちらのマーメイド五反田店さんね来ちゃってください。もうね撮影の日は間違いなく入ってます。閉店君の日も頑張ってくれてます。ただね稼働がどうしても閉店君の時の方は弱いんで、どうしてもちょっとね出玉感が他の方よりちょっとね少ないんですけれども、必ず入ってるんでね、やっぱ動かないと出玉感出ませんので、来てくれればね、稼働が上がれば出玉感できればもっとお店さんは頑張ってくれるんで、ほんとそういうお店なんでね、ぜひね、まあ、閉店君より他の人の方が強いのかもしれないけれど、閉店君の日も間違いなくね最高設定もう六角出たってさっき言ってましたから、常連さんがバジリスク絆ね、まあさすがに凱旋とかは分かんないんですけど、ハーデスとかね六角ってものがないんで、まあでもね、いい大会たくさんありますんでね、ぜひね撮影の日平日ももちろん頑張ってますんでね、そちらの情報はね P ワールドまたメール会になっている情報をゲットしてこちらのピートレックマーメイド五反田店さんに遊びに来ちゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回もホームラン打つよ、えいえい。 PTube はこんなに楽しい人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる、人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 PTube ダウンロードしてね、えいえい。